こんにちは、松屋の小関です。今回はジャンゴアトゥールのアナザーライン、モールスキンプリーツワイドパンツ、こちらですね、今履いてるこのパンツをご紹介します。この極太のパンツ、前後に、前に6つ、後ろに6つの合計12本のプリーツの入った、すごい太いパンツですね。でこのイメージソースは、20世紀初頭のオランダのホーレンダムという港町、この港町に住む男性の人たちが着ていた民族衣装ですね、伝統衣装というのかな、こういうプリーツのドーンといっぱい入った太いパンツを履いてたんで、これをモチーフにジャンゴアレンジしたのがこのパンツになります。このプリーツパンツ、今年の2月に、硫化染めのチノで、ブラックだったかな、ブラック一色でやったんですけど、今回はギザモールスキンですね。結構こう、画像で見えるかどうかですけど、すごく光沢があって、生地に張りがあるんですけど、履いててすごく柔らかく、こう滑らかな生地なんですね。真夏はちょっと暑いかもしれないですけど、それ以外の季節はもう、ガンガン履いていただける素材です。色なんですが、今回僕が今履いている、ミリタリーダークグリーンかな、この色合いとこのナッツ、この2色の展開になります。今回は、コーディネートあんまり紹介しない、こうショートバージョンという形で簡単にご紹介していこうと思うんですが、今日のコーディネートをまず、今日はこのグリーンのプリースパンツに同じジャンゴのビクトリアンズリネンプローバーですね、このかぶりのループ付きのボタンのいっぱいついた、ロング丈のシャツですね。それにベストは新作、先月の新作、アルチザンツイードベストですね。それを軽く羽織っています。ちなみにこの上に、このベストと、トモ生地の、ジャケット、カラーレスジャケットですね。このジャケット着てもかっこいいと思うんですよね。こんな感じでさらっと羽織ってもいいと思います。ちょっと回ってみましょうか。こんな感じでいろいろコーディネートしてもらえます。単品で見るとすごい太くて、こんな太いパンツちょっと履けないよっていう思われる方も決して少なくはないと思うんですが、実際履いてみるとですね、なかなかこれ履きやすいんです。太いから動きやすさはもちろんなんですけど、このゆったりとしたシルエットが癖になりますね、これ。そういえば靴を紹介するのを忘れました。この靴は、ローリングダブルトリオに別注した、ホエールのレザーソール。ホエール結構こうごつい靴なんですけど、レザーソールにして薄めにして、先もちょっと薄めに押さえてある。で、なんていうんですかね、ジャンゴのいろんなパンツにも合うようなイメージで、別注した靴です。今回のこのプリーツパンツにもバッチリ合うような、おすすめの一足なんですね。もうサイズだいぶなくなりましたけど、まだ8、8ハーフあたりは確かあったと思うので、よかったら、検討してください。あと帽子、帽子は、キングリッチブロス、ジャウのニット帽のブランドの一つなんですけど、これの手編みのコットンニットのベレーをかぶっています。いかがでしたか。
今日はショートバージョンなんで、こんな感じで、終わりにしたいと思うんですけど、このプリーズパンツの詳細、あとは、コーディネートなどは、この商品ページに、結構詳しく説明してありますし、コーディネートもリンク結構いっぱいありますから、そちらをご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。